じゃあ行ってくるってばさ。どこへ行くの？サスケさんに修行つけてもらうんだ。昔のお父さんみたいだって思って。お父さんもお師匠さんに稽古つけてもらおうと頑張っていたから。ジライア様っていう立派な方が。会ってみたいな、その人。どこにいんの？それは無理なの。うん、亡くなられたから。そうか。写真ならあるわよ。見る？見たいってばさ。この人がジライア様。すごい派手なおじさん。お父さんにとっては師匠であり、父親のような存在でもあったの。見た目もそうだけど、ほんと豪快な人でね。へえ、この人、ネジおじさんだよな。私のいとこなんだけれど、私にとっては兄さんみたいな人だったの。加賀先生もあまり変わってないわね。うわ、綱手のばあちゃん全然変わんねえな。メタルの父ちゃん、イノジンの母ちゃんに、町長の父ちゃんか。サラダちゃんのお母さんに、地下台さんのお父さん。あれ、サスケさんいないけど。うん、この時はいなかったの。強かった？サスケくんはずっと一番だったかな。やっぱすげえな、サスケさんは。このおっちゃんより断然かっけ。でもすごい忍びだったのよ、ジライア様。サスケくんやお父さんより強いかもしれないわよ。そんなわけないってばさん。